今日はですね、先日所さんからいただいたスニーカーを見ていこうかなと思います。これまさかのね、2足もいただいたんですよ。本当にこれ僕のサイズと、これは妻のサイズですね。僕は27センチぐらいなんですけど、もう今28センチを履いてます。2サイズぐらい大きいサイズ履いてますね。それでも全然問題ないし、脱ぎやすいし、動きやすいし、楽なんで2サイズ上げて履いてます。それが一番大きい28センチです。はい、で24センチもいただきました。世田谷ベースのね、このシューズ、このソールがね、2つついてるんですよ。これめちゃくちゃいいですよね。このメッシュのやつと、あとは通常のソールになってます。はい、新しいカラーですね。かわいいね。はい、こっちがね、もう一つのソールです。今回は新色で、さらにね、もう見てすぐ分かったんですけど、ここのね、このベルクロのこの部分が改良されてます。これ分かります？ここ、引いて寄せれるようになってますね。うん、前はここね、こういうリングのタイプじゃなくて、ここから直接こういう感じで来たと思うんですよ。いや、かわいい、かわいいね、この色。最近グレーとかね、もう売ってないから、グレーとかね、欲しかったんですけど、逆にこの色出たんで、あ、買いたいなとか思ってたら、まさかいただいてしまいました。本当にありがとうございます。いや、これ入荷したの見計らってきただろうって言われて、そんなことないんですけど、なんか、はい、なんかそういうタイミングになってしまって申し訳ないです。ありがとうございます。こちら24センチ、逆に一番ちっちゃいサイズですね。一番ちっちゃいサイズと一番大きいサイズです。これだけ違います。はい、じゃあちょっと今までのスニーカーと見比べてみようかなと思います。よし、じゃあ行くか。今回ね、このほらリング、これが一番ですね。まずほら、締めやすくなってます。今までのはこういう感じで、ほらね、このままここに縫ってあるっていう感じでした。もちろんこう調整はできるんですけど、今回のやつの方が自由に調整ができそうです。うん、しかも色かわいいよね。そういうわけで、今日はこのスニーカーを皆さんに見ていただきました。写真で見るよりもかなり可愛いし、色がいいですね。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。このリングがね、かなりいい仕事してます。はい、じゃあちょっとお礼の言葉を、ちょっと画角が悪いんで、こうしようか。ふい、所さん、この度はスニーカーをありがとうございます。こちらの靴と合わせて大事にさせていただきます。本当にありがとうございました。いいね。